はい、皆さんこんばんは。今日は東京駅にやってきています。この東京から今から福岡県の博多まで向かいたいと思うんですが、現在の時刻が21時もうすぐ30分、かなり遅い時間となっています。この東京から博多まで当日中に移動したければ一番遅い新幹線は18時51分ののぞみ59号、さらに飛行機を使った場合も20時発の羽田空港ということになっていて、とても9時半からでは博多に行くことはできません。では明日の始発に乗ればいいかなって思うんですが、始発の新幹線に乗ると博多には11時前、あ、なら夜行バス使えばいいじゃんということで、夜行バスどうかなと思ったんですが、キングオブ夜行バスでおなじみの博多号というバス、この東京から博多なんと1000キロ以上距離があるということで、夜を有効に使っても朝早く着けるどころか新幹線の始発よりも後に博多に着いてしまうということみたいです。では朝早くもう博多に着くのは諦めなければいけないのかってことなんですが、なんとその新幹線の始発よりも早く、もちろん夜行バスよりも早く、この東京から博多に行くことができる交通手段があるということで、今回は新幹線の始発よりも早くこの東京から博多に向かってみたいと思います。では今回もよろしくお願いします。そういうわけでやってきましたのが東京駅の9番線ホームです。この9番線ホームは東海道線のホームとなっていて、品川横浜小田原方面なんですね。今から博多九州に行きたいのに何を言ってるんだと。左側新幹線はこの奥じゃないかって話なんですよね。でも新幹線は先ほどお話ししたようにもう終電が行ってしまいます。じゃあどうするのか、そんな時に使う交通手段がこちらとなっています。じゃん、ということでこちらですね。はい、これがサンライズエクスプレスということで、サンライズ瀬戸号と出雲号ということになっています。でもこの行き先を見ていただくと分かりますように、瀬戸号は香川県の高松、そして出雲号は島根県の出雲市に行ってしまうということで、今回は僕は福岡県に行きたいのに、その県とは一見何も関係ないように思いますよね。でもそんな悩みっていうのを解決してくれるのがこのサンライズ号となっておりまして、その悩みはまた後ほどご紹介していきたいと思います。そういうわけで今回はこの非日常を演出するサンライズ寝台特急という列車に乗っていきたいと思います。今回はこの8号車 D 寝台と書かれたところに乗っていきます。早速この列車に乗ってみると、確かに特急列車と同じようにトイレと洗面台があって、もうと、まあ、これで顔の洗面とかできるのかなっていうところ行ったところで、左側を見るとこんな形でデッキがあって、あ、じゃあこの中に座席が並んでるのかってことなんですが、そうじゃないんですね。これ入ってみるとなんとね、階段の上と下っていうものになっています。今回はこの中で行けて、この中で上っていうところを使っていくので2階というところに上がっていきます。1階建てっていうことで少し背丈が低いわけなんですが、この上のところ2階の21番が今回僕が使っていく個室という形になっています。サンライズ様々な設備がありまして、それぞれの設備、実は僕この列車に5夜連続で乗ったことがありまして、そちらの動画を見ていただきたいんですが、今回はこの僕が使うシングル、この2階建てっていうところをご紹介してみたいと思います。このように個室に入ってくると、まず1つベッドがあります。1人用の個室という形になっていて、こんなようにちゃんとね、机っていうものもついているので、ここでね、物書きとかをすることができます。その他このように2階ということになっているので、よいしょ、上から見るとまだ東京駅に泊まっている時に撮ったんですが、高いアングルから景色を見ることができます。ちゃんと毛布とか浴衣とか枕とかついているので、何か持ってくる必要はありません。このように2階なんですが、ちゃんと立つこともできるぐらいの高さが担保されています。ここにはラジオを聞けたり目覚ましもかけることができたりということで、かなり便利な個室となっています。いや、でも待て待てと、まだこの列車8号車ですから、島根県に行く列車に乗っている段階、福岡県には行けるのかなってとこなんですが、まあまずはその話は置いておいて、このサンライズの寝台の旅を楽しんでいきたいと思います。さて、ということで21時50分東京駅帝国でサンライズ出雲瀬戸号は東京駅を出発しました。最初東京駅を出ると右手側、ちょうど山手線や京浜東北線と並走していきます。ここは新幹線と同じところを走っているってことなんですが、
今音聞こえましたか？岡山ですなんですよね。岡山で切り離し、これが今回のキーワードとなっています。まだネタバラシはしないんですが、この岡山が今回のポイントとなっています。ということで早速この寝台列車、まず21時50分、とにかく朝早く博多に着きたいんですが、サンライズ号を使ってまずは東京駅を出発しました。ちょうど東京から品川の間、今反対側には京浜東北線とほぼ同じ速度で走っています。右手側は4扉ロングシートの座席、僕が乗っているのはベッドが付いている寝台車。全然世界が違いますよね。いや全然違うということで、東京にね今いたわけなんですけれども、こんな真横で違った世界が並ぶ、なんかすごく不思議な感じがします。さてサンライズに乗ってみると、実は様々な設備があることに気がつくかと思います。まずこの列車寝台特急ということで、このようにちゃんとベッドになっております。ベッドになっているっていうことは、夜行バスや飛行機、さらには新幹線とは異なって、ゆっくりと寝っ転がりながら移動ができるということが本当にありがたいです。夜行バスはいくら工夫をしてもフルフラットになるっていうのはルール上できないものになっているので、このサンライズが唯一動くベッドという形になっています。その他実はこのようにシャワー室っていうものが設けられていて、これ夜の列車動くんですよね。動くんですが、なんとシャワーを浴びることができます。これについては後ほどご紹介したいと思います。左側を見てみると、新幹線と同じくちゃんとコンセントが一つついています。ですので充電器さえ持っていれば、夜にうわしまった、いや博多行かなきゃいけないじゃんってなった時でも、ちゃんとコンセントがあるので安心して移動することができます。もちろん個室に鍵をかけることもできます。このように番号式になっていて、4桁の番号を入力すれば、この計ロックという形になるので、ロックをしてしまえば、おお部屋開かないよということで、しっかりとシャワーとか洗面に行くことができます。設備のご紹介ですが、このようにホテルと同様というか漫画喫茶と同様ですかね、シャワー室っていうのが備わっています。編成中2カ所にシャワーがあって、シャワーカードっていうものを購入しなければならないんですが、シャワーに入ることができます。このシャワーカード販売機っていうところ、今日は東京駅出発時点では売り切れだったんですが、330円でシャワーカードっていうものを購入することができます。現金と1000円だけ使えます。こんなカードが出てくるんですが、これがあるとシャワーを使えるようになる、そういったルールでこのシャワーが使えるといった形になっていて、シャワーの後ろのところにはミニラウンジというものがあり、ここのミニラウンジで喋ったりとか、シャワーの順番待ちとかをすることができます。また車内にはこういった形で自動販売機もありまして、ご飯とかっていうものを買うことはできませんが、お茶やコーヒー、水やエナドリ、もしくはコカ・コーラっていうところを購入することはできます。ではシャワーどうなってるのっていう話なんですが、こんな形でシャワーに入ってくるとカードを入れてシャワールームご案内っていうのが書いてあります。ここにカードを入れるとシャワーがオンになって、この右手側を見てみると、じゃん、これがシャワーとなっていて、右のところに0秒って書いてあるんですが、カードを入れると6分間になります。6分になるとスタートを押せばお湯が出て、ストップを押せばお湯が止まるよっていう、ちょっとね実は高度なテクニックがいるんですが、そういったシャワーになっています。このサンライズの中にはシャンプーとボディーソープはついているので、何もなくても問題はありません。このお湯を6分間うまく使いながらシャワーを浴びることができます。さてお風呂も入って、時刻が12時15分、もう日付も変わりました。ここでお話を忘れていたことがあるので、それをお話ししておきます。お風呂に入る際のタオルはサンライズにはありません。ですから終電を逃しちゃった、でも博多へどうしよう、でもシャワー浴びたいなって時は、必ずタオルを1枚買っておくのをお勧めしたいと思います。もちろん歯ブラシもありませんので、歯ブラシももしなければ、東京駅の中にもコンビニはありますので、そちらで買うのをお勧めしたいと思います。今回こうやってサンライズの寝台特急を使っていて、移動がとにかく便利だよねっていうところをお伝えする動画としたいと思っているんですが、何しろやっぱり一番お伝えしたいのは、このサンライズからの景色、寝台特急でしか見られないっていうところをご紹介したいと思います。
今日は2階からの景色ということで、こういった感じで外の景色が流れるところを見ることができるんですが、実はサンライズスイッチをいじることで部屋のライトを消すことができます。じゃん、こんな感じで真っ暗にすることができるんですが、そうしますとこのようにお部屋の中が真っ暗になるので、真っ暗なところから空を見ながら、といってもちょっと曇ってるので星は今日見えないんですが、窓上のところまで湾曲した窓から流れゆく景色というものを見ることができます。2階建てのグリーン車首都圏にはあるので、そういったところで2階からの景色を見ることはできますが、こういった流れゆく景色を真っ暗にしたところで見ることができるのは寝台特急の何よりの利点かなと思います。では0時も過ぎたところ、明日も実は朝早いのでここら辺で寝たいと思います。皆様おはようございます。次は岡山です。ということで皆さんおはようございます。現在の時刻は6時7分ですね。この列車は岡山駅に定刻ですと6時27分に到着するので、20分前にちょっとね僕は起きました。外の景色を見てみると山に囲まれています。昨日寝る前のところではだいたい静岡ぐらい、この列車は東京駅を出ていますので都会のところから一気に山の中というところで山陽の方までやってきました。今回のポイント、昨日の夜岡山駅とお話をしたように、僕はこの列車を岡山駅で降ります。ですから6時台から活動を開始するっていうところがちょっと辛いところではあるんですが、始発に今回は負けないよっていう話をしていますので、岡山で乗り換えをします。これが今回始発に負けない、始発の新幹線よりも早く博多に行く、その大きなポイントとなっています。ではあと20分で到着をしてしまいますので、朝の準備をしていきたいと思います。はい、ということでかなり雨が降っているんですが、時刻が6時28分、1分ほど遅れまして岡山駅に到着をしました。ではこの岡山駅でサンライズを降りていきたいと思います。岡山駅で列車を降りてきますと、この階段のところでかなり人だかりとなっています。これは何かって言いますと、さっきアナウンスでも流れていましたが、ここまで14両編成でサンライズ瀬戸号と出雲号ということでやってきたんですが、ここからは四国に行く前の方サンライズ瀬戸と島根県の出雲市に行くサンライズ出雲号が連結を外して7両で走っていくために現在作業を行っていて、それを見るためにかなりの人だかりとなっています。実は下で見るよりも上から見た方が連結の作業って見やすかったりするんですが、まあ、それは置いときまして、この岡山駅で次はですね一回上の方の改札に向かっていきたいと思います。置いとくよとは言ったんですが、やっぱり見てしまうのがこの解決シーン、左側が瀬戸、右側が今回乗車をした出雲となっていて、最初に31分に左の瀬戸がこうやって外しながら出発をします。その後34分に右側の出雲に今係の方が連結機カバーをつけて出発、そういった流れとなっています。さてサンライズが出ていった568番乗り場のところから上に上がってきまして、次は改札を出るのかなと思いきや、そうではありません。次に乗ってくるのはこの通路を縦に歩いてきて右手側、新幹線なんですね。今回は新幹線に勝つよって話をしたんですが、やっぱり最後はどうも新幹線を使わなければ勝てないということになっていまして、次はこの新幹線のところからちょうど新大阪東京方面、そして広島鹿児島方面と書いてあるんですが、右手側広島鹿児島方面は6時51分発みずほ601号熊本行きということで、今日はちょっと鹿児島まで行かないそうなんですが、それは置いておいて、あと11分で熊本、つまりは博多方面に行けるみずほ601号、これは実は新大阪を6時に出ている列車なんですが、こちらに乗車をして博多まで行くことができるなんですね。始発列車ってことなんですが、まあ、つまりは始発の東京から大阪までをワープできた、これがサンライズの力となっています。ではこの新幹線の改札を入りまして、
この瑞穂が来るのを少し待ちたいと思います。はい、では新幹線の22番乗り場にやってきました。ちょうど左側には広島駅の光エールスターこだま号と、右手側には2つ九州新幹線がついていますが、どちらも熊本行き鹿児島までは今日は行けないという形になっています。まもなく新幹線がやってきますが、今回は熊本行きの九州新幹線ですので8両ということになります。サンライズが27分に岡山駅に着きましたので、24分の乗り換えで熊本行きのみずほに乗っていくという形になります。では新幹線みずほ601号、8両の N700 系がやってきました。今回はこの新幹線にここで乗り換えをしていきます。この先は広島小倉博多と止まっていきますので、この列車で博多まで乗っていきます。このみずほと熊本の文字はかなり珍しい列車となっていますが、それはね置いときまして、このみずほ号熊本行きで博多に向かいます。ではこちらの新幹線に乗り換えていきます。サンライズから新幹線への乗り換えです。今回は5号車の指定席を取りました。この8両タイプの新幹線は九州と西日本の車両があるんですが、今回はこのように西日本の車両ということになっていました。この新幹線よく見てください。なんと指定席なんですが、グリーン車と同様に 2+2 の座席となっています。この区間は東海道新幹線にも入っていく L700 系16両の列車も入っていて、その列車の指定席は 2+3 なんですが、新大阪からの九州新幹線に使われる L700 系だけはなんとこういった形で 2+2 のかなり重厚な座席となっています。もちろんこの列車グリーン車もついていますが、座面が沈み込んだりといった形でほぼグリーン車と同じような車内となっています。この背面テーブルっていうのもついているんですが、こうやって見ていただきますと、なんと木が使われている。これはあくまで西日本の車両ではあるんですが、やっぱりちょっと九州の二等価さんをイメージしたような形となっています。ただやっぱり指定席ということもありまして、コンセントは窓側の下のところに1つしかついていません。このジュースホルダーがついているのがなんとも西日本かなっていう雰囲気となっています。この新幹線6時51分発の予定でしたが、雨の影響もあって在来線間の接続を待ち、5分遅れで岡山駅を出発していきました。この遅れがどうなるのかっていうのはちょっとわからないんですが、今日は5分遅れで岡山駅を出発しています。では今回はみずほ号ということもありまして、普段では絶対に運転されないみずほの熊本行きです。車内放送がどうなっているのかなっていうのをちょっと気になったので、そこを収録してみました。ではその車内放送を少しお聞きください。放送どうやら搭載をしているようでした。ついでに停車駅も案内してくれたということで、今回のこのみずほ号は桜号とは異なり、のぞみの最速バージョンと同じ停車駅で博多を目指すということのようです。さあさあ、そんなお話をしていてしばらく走りますと、左手側にマツダズームズームスタジアムが見える。まもなく広島に到着をします。この広島に到着をするのも今回の乗り継ぎできた時の方が圧倒的に早いですので、ここで広島駅到着時の時間を見てみたいと思います。では時計の方を見てみると、このみずほ号所定では7時25分着ですが、ここでは7時28分に広島に到着ということで3分遅れです。この時間は東京から一番朝早く来た場合が9時49分となりますので、2時間も始発列車よりも早くこちらに到着、東京からはだいたい10時間ぐらいで広島までやってこれたという形になっています。その後車窓左手側徳山駅付近では、出光興産のこれは何ですかね、工場のようなところを見たり回復運転をしたりっていうところで新幹線走っていきます。奥には海も見えたりするので、山陽新幹線区間はやっぱり車窓左手側 A 席側がおすすめです。
さあその後車窓左手側観覧車が見えてくるといよいよ九州に上陸、小倉駅に到着をします。いや九州にいよいよ入ってきました。じゃあ時間の方も見てみましょう。ということで定刻8時11分着、今日は3分遅れの14分に小倉駅、九州最初の駅に到着をしました。ここをのぞみで来ようとすると10時36分にしか小倉には着けません。圧倒的に始発よりも早いんです。もちろん博多号よりも圧倒的に早く小倉には到着をしています。もちろん飛行機の朝一の便よりも多分小倉と空港は遠いので早く到着できていると思われます。さてそんなお話をしまして、いよいよ終点の博多駅に滑り込みました。さあこの新幹線は熊本まで行くわけなんですが、今回の旅の目的地はここ博多ということで、新幹線をいよいよ降りていきたいと思います。さあ九州の中心地博多です。一体どれぐらい早く到着することができたんでしょうか。はい、では博多駅にいよいよ到着をしました。時刻が8時30分ということで、予定の遅刻より最終的に1分ほどの遅延で博多駅の方までやってきました。この新幹線は熊本行きですので、この先もまだ走っていきます。ですから博多駅が終点ではありません。ですが東京駅を昨晩21時50分に出て11時間で博多駅に到着をしています。ではこの博多駅、せっかく到着をしましたので、最後に博多駅の外のところに出まして、今回のお話の最後のまとめをしてみたいと思います。はい、ということで博多駅の博多口外の方に出てきました。今回はサンライズと新幹線を使うことで新幹線の始発プラスして夜行バスに勝ってしまう、そんなルートをお届けしました。このルートを使うと実はちょっとしたお得なところもあります。何かと言いますと、こちらを見ていただきますと、こちらがサンライズのチケットになるんですが、サンライズのところ右下に乗り継ぎと書かれています。そして左側のところ、特急の料金が1650円となっていて、今回シングル個室を使ったんですが1万円かかっていません。実は岡山で今回新幹線に乗り換えたということで、サンライズの特急料金が半額になっているんですね。ということで1650円お得をしてサンライズを利用できる、そういった特典も実はあったりするんです。今回のこの経路を使って8時半に博多駅の方にやってきたわけなんですが、実はこれに対抗するものが一つだけあります。でそれは何かというと、羽田空港6時20分発の飛行機、それが8時15分に福岡空港に着きますので、羽田空港発の始発の便を使うとこのサンライズとほぼ同じ、もしくはといっても多分サンライズの方が早く着くと思うんですけれども、朝早くにこの博多の方にやってくることができます。まあ、ただやっぱり朝早く6時20分ってなると飛行機のことを考えると相当早く羽田空港に行かなければならないので、かなり体はしんどいかなっていうところとなっているかと思います。ですので皆さんも6時51分最終ののぞみ号を逃してしまった時でも、博多に朝早く着きたい、もしくは九州で朝早くから動きたいっていう方いらっしゃいましたら、今回のルート使われてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画はこちらで終了したいと思います。この動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。